どうもめっちゃめっちゃメッセージ、はい、ちょっとね花粉でねあれなんですけど、もうね今日もね張り切ってやっていきたいんですけど、まあね選抜ね、はい、もう優勝しましたと。はい、山梨学院がね優勝したということでね、まあもうねこれはねまあすごいことやっていうね話はもうねさっきしたと思うんで、ねその山梨学院なんですけど、夏ね僕ねこれ甲子園出れないと思うんですよね。まあこれ一意見として、あの話聞いてほしいんですけど、これね山梨学院って正直な話、今回は、まあ、まあ実力もそれはえぐいですけど、正直めちゃくちゃね恵まれとったと思うんですよね。このくじ運と日にちに日程雨とかでねこうずれてめちゃくちゃね恵まれとったから、まあ優勝だから、まあそのなんかほんまに導かれたような優勝やったと思うんですよ。でもこれ夏は正直ねめっちゃ厳しいと思うんですよね。まずこのね山梨学院の一番の欠点といえばね、このピッチャーがねこの林くんしかいないんですよね。でこれはねどういうことかっていうと、春はね正直な話ね、まあ天候というかまあ花粉ぐらいじゃないですか、正直きつい、もうちょうどあったかいぐらいで、そんなね天候的にはめちゃくちゃ暑いとかもないですし、めちゃくちゃね寒いとかもまあないんですよ。だからね比較的投げやすい、ね春はね、もう投手っていうのが、一番春は投手戦っていうのかな、春はピッチャー次第っていうぐらいね、めちゃくちゃね投げやすかったから良かったと思うんですけど、夏はね正直な話このね林くん一枚じゃまあ無理ですよね。もうね地球温暖化も進んでますし、めちゃくちゃ暑いですし、ほんでその中で林くん一人で、投げ抜くっていうのが正直厳しいで、夏はねほんまねスケジュールっていうのをパンパンに入れさせられるんですよ。もう連戦連戦、すぐまた試合休憩連戦連戦みたいなね、夏帯とかね、まあこう元高校高級児の僕とかやったらね、まあもう高校球児も高校野球やっとったことあるね、皆さんと分かると思うんですけど、まあ結構ね低スパンでね試合が入ってくるんですよね。でその中で林くん一人っていうのは正直な話まあもう無理なんですよね。ほんでやっぱねこのね春でデータを取られすぎたっていうのがありますし、やっぱね他の相手のモチベーションっていうのもね全然違うんですよね。だからねどこでしょう、山梨で言ったらね東海大甲府でやったり、他日本航空ね山梨とかね、やっぱほんまにねだからねこの山梨学院を倒しに来ようっていうね気が、もう普段のね10倍ぐらい多分ね高まってるんです。なんでかっていうとね山梨学院が注目を浴びたから。山梨学院が敗れることによってまたねツイッターとかでねトレンドになりますし、今はねそんなにね実感はないと思うんですけど、もうこれ山梨学院の注目度ってめちゃくちゃエグなってるんですよね。でその中で山梨学院が負けてしまうとめちゃくちゃね話題になる。だから逆に言うと山梨学院を倒したらめちゃくちゃ自分らも有名になれる、名前売れるっていうことでね、東海大甲府やら、まあ、山梨県のねチームがねめちゃくちゃね多分ね倒しにかかってくるんですよ。ほんでデータを取られるってなってくると自分はね正直に勝てないと思うんですよ。ほんなんでもねみんなで言うんですけど、東海大甲府も時代終わったやろとかね、まあ僕もね言ってましたし、東海大甲府ね弱なったんちゃうかとかね僕もねそう思ってたんですけど、今回ね山梨学院東海大甲府に対して6対5っていうねめちゃくちゃね接戦してるんですよ。でまあ日本航空山梨は5対2ですけど、まあやっぱね他のチームは全部コールドとかねもう大差なんですけどね、このね2チームだけはね結構接戦してると。ほんでねこの春にこんだけ注目浴びて、こんだけねデータも取られると、だからねこの山梨学院が優勝して選抜優勝してね、めちゃくちゃね盛り上がってるとかね、まあそのめちゃくちゃね強いっていうのは分かったんですけど、でもね逆にね、弱点をね探られる時でもあるんですよね。今大会はねやっぱちょっとね左ピッチャーには弱いと、だからね東海大甲府のね左ピッチャーいました、とかね、日本国山梨とかねもうね左ピッチャーとかで、緩い球とか緩い球は強せんのかな、まあとりあえずね左ピッチャーで、山梨学院をね抑えに来ると思うんですよ。ほんでこん中でまたね、次甲子園に出てきたら、夏甲子園出てきたらほんまに山梨学院って本物やなと。ほんでそこでねまたね勝ったら、まあ今が偽物とかじゃないんですけど、さらにやっぱエグいなって思えると思うんですよ。思えます、はい。だからね、ぜひね出てきたいと思うんですけど、自分はねなかなかねやっぱこの注目を浴びてるとか、データを取られてる中でね試合勝つっていうのはね正直ねめちゃくちゃね厳しいとかめちゃくちゃね難しいと思うんで、だから、ね、自分は負けるかなって思います。
だからね、言いたいのは、大阪桐蔭ってほんまにね、すごいんですよね。やっぱね、データを取られまくってると。だからね、今大会もね、やっぱ春、正直、全然打てなかったのは、やっぱね、人の5倍ぐらいね、やっぱね、人のチームの5倍ぐらい、他のチームの5倍ぐらいね、多分ね、研究されてるんですよ。だからね、もう個人個人ではね、苦手なコースはここや、苦手な球種はここや。でね、もうね、ほぼね、分かられとったと思うんですよ。だからもう、なんやろ。やっぱこう、2番バッターの山田くんとかにももう、緩いスライダーばっか放っとったじゃないですか。だからね、それぐらい注目されてる中で、とかね、データ取られてる中で勝つっていうのはね、めちゃくちゃね、難しいことなんですよ。んで、これを置き換えたときに、次ね、山梨学院でめちゃくちゃね、データを取られてる中で、勝つっていうのは正直めっちゃ難しい。前田くんですら、もうほんまに、去年出てきた頃ってね、今思い返したのはほんま無双やったんですよ。一個上ですらほんまにね、もう全く、手も足も出ない感じやったんですけどね、やっぱりこの月日が流れることによって、前田くんのね、データがね、めちゃくちゃね、流出っていうかめちゃくちゃね、取られてるじゃないですか。で、こういう時にこう、でね、チェンジアップ打つにはどうとかね、多分ね、めちゃくちゃね、対策されてるんですよ。だからね、今日、敦賀気比のね、1回戦ですら、やっぱ打たれとったし、能代松陽ってね、まあ、正直にそんなね、強くないってね、言われてるチームに対しても、やっぱね、完璧に、あれ、山田くん掘ってないか。山田くんじゃ、前田くん掘ってないか。まあでも、敦賀気比相手にも、やっぱり結構打たれとったじゃないですか。だからね、ほんまにそういうことで、このデータ取られてる中で、山梨学院がどう勝っていくのかっていうのもね、めちゃくちゃ楽しみですし、僕はね、それはね、なかなかね、僕は正直なし、このデータ取られてる中で、試合に勝つっていうのはね、正直難しいかなって僕は思ったので、自分は山梨学院は甲子園に出れないかなって思いました。はい、ということでね、こうやってね、ちょっとね、公開の話をね、どんどんしていくので、皆さんね、聞きたい話があれば、ぜひコメント欄にちょっとね、もう花粉がやばいんで、皆さんまた次の動画で会いましょう。お疲れ。